2024年度初出演の、富岡愛です。質問コーナーへレッツゴー。ジャパンジャムに出させてもらうのも、今年が初で、こういう大型フェスに出たいって思っていたのも一つの夢なので、本当に皆さんに楽しんでもらえるように全力で盛り上げていきたいなっていうふうに思っています。結構ジャパンジャムに持っていく曲は結構全部アップテンポだったりとか、本当にフェス向けの曲が多いと思うので、本当に盛り上がって全力で盛り上がってほしいなっていうふうに思いますし、私のタオルじゃなくても何かしらと振り回してくれたりだったりとか、ジャンプしてくれたりだったりとか、声を上げてくれたりだったりとか、本当に目で伝わるような盛り上がり方をしてくれたら嬉しいです。ゴールデンウィークは、去年とかは結構クレヨンしんちゃんが好きなので、家族だったり友達とかとしんちゃんの映画を見に行ったり、割とゆっくりと、ゴールデンウィークを過ごしていたんですけど、今年はジャパンジャムももちろんですし、国内外でライブに出させてもらうので、音楽だらけのゴールデンウィークですごい嬉しいですし、楽しみです。